春は馬車に乗っては横光リーチの短編小説。作者本人の体験をもとに執筆された横光の代表的作品の一つである。病心に苦しむ妻と妻を看護する夫との愛の修羅場とその苦しみの後の優雅と静寂の物語。湘南の海岸の自然や動植物、夫の心理描写の映像的な新感覚派の文体を織り混ぜながら、 悲運に置かれた夫婦の葛藤と愛情が、会話文を多用した淡々とした趣向きで描かれている。春の訪れる終章では、生と死との対比が詩的に表現され、愛する防災への鎮魂となっている。1926年、雑誌、女性8月号に掲載され、翌年1927年1月12日に、改造者より単行本刊行された。文庫版は、 新潮文庫、岩波文庫などから刊行されている。翻訳版もデニス・ケーネ役で行われている。作中の妻は横光リーチと1919 19年に知り合い、1923年の関東大震災後から同居を始めた小島君である。同居後君は1925年6月に結核を発病し、 翌年1926年6月24日に、津市の湘南サナトリウムで23歳の生涯を閉じた。横光は、君の療養のため、菊池博士の紹介で、葉山の森とに家を借りていた。小島次家に反対され駆け落ち同然の同居であった、ため、二人は、戸籍上婚姻しておらず、君の死の1ヶ月後の7月8日に入籍をした。なお、防災を題材にした。 横光の小説は他に、がは、どこにでもいると、花園の思想があり、防災者の,の三部作とされている。がは、どこにでもいるは、妻の没後から描かれている。胸の病で伏せっている妻の寝台からは、海浜の松や庭のダリアや池の亀が見える。そんなものを見ながら、いつしか、彼と妻の会話はトゲトゲしくなることが多くなっていた。彼は、妻の気持ちを転換させるために、 柔らかな話題を選択しようと苦心したり、妻の好物の鳥の臓物を買ってきて、鍋にしたりした。妻は、病の焦燥から、夫が執筆の仕事で別室へ離れることにもただを、骨、原稿の締め切りに追われながら、生活を支えている彼を困らせた。かつては丸く張り滑らかだった妻の手足も暇しに、竹のように痩せてきた。食欲も減り、 鳥の蔵を持つさえもう振り向きもしなくなった。彼は海から獲れた新鮮な魚や車エビを縁側に並べて妻に見せた。彼女は私、それより聖書を読んでほしいと言った。彼はペトロのように魚を持ったまま不吉な予感に打たれた。妻は咳の発作と共に暴れて夫を困らせた。そんな時、彼はなぜか妻が健康な時に 彼女から与えられた嫉妬の苦しみよりもむしろ数段の柔らかさがあると思った。彼はこの新鮮な解釈に寄りすがるより他なく、この解釈を思い出すたびに海を眺めながら、あははと大きな声で笑った。しかし彼は妻の看病と睡眠不足で疲れ、もうここらで俺もやられたいと弱気になってきた。彼はこの難局を乗り切るため、なお、憂きーことのつもれかしと、 繰り返しつぶやくのが癖になった。腹のすり方にもわがままを言う妻に彼は、俺もだんだん疲れてきた。もうすぐ、俺も参るだろう。そうしたら、二人でここでのんきに寝転んでいようじゃないかと、言った。すると、妻は急に静かになり、虫のような哀れな小さな声で、今まで散々わがままを言ったことを反省し、もう私、これでいつ死んでもいいわ。私満足よと。 夫に休むように促した。彼は深くにも涙が出てきて、妻の腹をすり続けた。ある日、薬を買いに行った時、彼は医者から、もう妻の病が絶望的なことを告げられた。もう左の肺がなくなり、右もだいぶ侵食されているという。彼は家に帰っても、なかなか妻の部屋へ入れなかった。妻は夫の顔を見て、 彼が泣いていたことに感づいて黙って天井を眺めた。彼はその日から機械のように妻に尽くした。彼女はもう遺言を書いて床の下に置いてあることを夫に告げた。病の終日の苦しさのため次第に妻はほとんどを黙っているようになった。彼は旧約聖書をいつものように読んで聞かせた。彼女はすすり泣き自分の骨がどこへ行くのか。 雪場のない骨のことを気にしだした。寒風も去り、海面には白い穂が増して、次第に海岸が賑やかになってきた。ある日、彼のところへ、知人から思いがけなく、スイートピーの花束が岬を回って届けられた。早春の訪れを告げる花束を花粉にまみれた手で捧げるように持ちながら、彼は、妻の部屋に入っていった。とうとう、春がやってきたと彼は言った。 まあ、綺麗だわねと、妻は方へ見ながら、野生を衰えた手を鼻の方へ差し出した。これは実に綺麗じゃないかと彼は言った。そして、どこから来たのと尋ねる妻へ、この花は馬車に乗って、海の岸を真っ先に春を巻き巻きやって来たのさと答えた。妻は彼から花束を受けると両手で胸いっぱいに抱きしめた。そうして彼女は、花束の中へ青ざめた顔を埋めると、 好骨として目を閉じた。様々な葛藤の末、穏やかに死の準備をしている夫婦のもとへ、スイートピーの花束が届くという最後の場面について、井上健は、美しい幕切れは、防災への愛を込めた鎮魂と、リーチの青春への晩夏でもあったとし、その死座は、日本近代文学の歴史の中で、結核と文学を見る場合、芹沢孝次郎の、 ブルジョアと並んで一行すべき課題を残していると解説している。篠田和氏はナポレオンとタムシや春は馬車に乗っての2作を読めば、ここには横光の分断進出を飾った、いわゆる新感覚派運動の目覚ましい成果を知ることができるが、それは他ならぬ死が文学を中核とする対象文学の支配勢力に対する懸命の反抗だったと解説し、 その横光の絢爛たる習字に満ち溢れた文章や関連のモザイクにくまどられた小説構成などはすでに志賀直也の小説手法とは正反対のものが見られるとしている。ありがとうございます。